はい、どうも、皆さん、こんにちは。サックスのりょうでございます。サックスのりょうでございます。違うね。はい、皆さん、こんにちは。札幌でサックスを吹いております、りょうでございます。今日はですね、タイトルにもあるように、ちょっと新しいリガチャを入手したので、そちらをですね、いつも使っているセッティングと比べてみよう。僕のこのポンコツな技量で比べられるのかっていうところはあるんですけれども、ちょっとね、いつも使ってるセッティングと今回新しく、購入した、リガチャをですね、2曲吹いて比べてみたいなと思います。リガチャがこちらになります。このリガチャ見たことありますか？このリガチャはですね、井上純一さんという方が、井純チャンネルっていう YouTube のチャンネル、皆さん聞いたことあるかなと思うんですけれども、井純チャンネルさんの、中の人が違う、これはですね、井上純一さんという方が、作った、リガチャになります。紐のリガチャ、僕初めてです。紐のリガチャで、井上純一さんってじゃあ誰っていう話なんですけれども、サックスを吹いてらっしゃる方なんですよね。で、 YouTube とかにもたくさん、演奏動画出されてますし、楽譜とかもね、出してるんですよ。で、僕も結構お世話になっている方ではあるんですけれども、その方がですね、紐のリガチャを作るということで、ちょっと試しにね、購入させていただいて、吹いてみたいなと思い、購入しました。でね、このリガチャね、皆さんサックスやられてる方はご存知かと思うんですけれども、グリーンレイサックスフォンカルテットっていうプロのサックスの四重奏の方たちがいるんですね。で、今回のそのグリーンレイの方がですね、全国ツアーを回っていて、なんと井上純一さんがスペシャルゲストとして一緒に演奏をするんですって。で、そのグリーンレイの皆さんにも一人一人のイメージカラーがあるんですけれども、イメージカラーでこうひもりガチャを作ってプレゼントされたっていうね、ツイッターとか見ていただいたら書かれてるんですけれども、ぜひ皆さん概要欄の方に、グリーンレイさんと、井上純一さん、井純チャンネルさんのリンク貼っておくので、よかったら、チェックしてみてください。そしてこれなんとめちゃめちゃ安いですお手頃価格。僕のこの色はグリーンレイさんの推しのアルトを担当されてる三田さんと同じ色を購入しましたけれども、なんか色ね、何色あるんだろうあれね、 1,2,3,4,1,2,3、 なんかすごい色のね、見本の写真とかも載っけてあって、そこから好きなのオーダーできるんですけど、すごい結構多い、たくさん色がね揃えてありますから、そちらの方ですね、皆さんチェックしていただいて、気になる方はお試しいただけたらなと思います。ということで、早速曲をですね吹いていきたいんですけれども、今回はですね、まずは僕のセッティングをご紹介したいと思います。楽器はヤマハの IAS875EX を使ってます。マウスピースはセルマーの S90-170 使ってます。このリガチャなんですけれども、セルマーの純正の、リガチャに GP 金メッキがかかったものを使ってます。そしてリードですね、リードはバンドレン青箱の3番、はい、今の現時点でのアルトのセッティングになります。僕のね大したことない演奏で違いが出てくるのかはちょっと不安なところではあるんですけれども、いつものセッティングバージョンと、今回のこの井上純一さんお手製の井純リガチャとで、比較してみたいと思います。ではどうぞ。
演奏を聴いていただいたと思うんですけれども、どうですか皆さん、いつも僕が使っているリガチャーと、井野潤さんの、作っていただいたリガチャーで結構違いますね。聞きやすさはね、そこまで大きくは変わらないんですけれども、なんでしょうな まあ個人の好みにもよるんですけど、音の厚さがね増すというか、大したこと言えないんですけど、紐のリガチャーってもっとこうモソモソするイメージだったんですけれども、モソモソ感はそんなにないし、どっちかというとあのマイク乗りはこっちの井野潤リガチャーの方がマイク乗りはなんか良さそうな気はします。でなんか低音とかがこうもう吹きやすいなっていう印象でしたね。すごい音まとまるし良きですあのこれね、ちょっとしばらく僕もアンサンブルとかがやってるので、アンサンブルの 場でちょっと使ってみたりとか、あの合奏の場で、まあここ最近ちょっとアルト、合奏はアルトやってないんですけど、あのアンサンブルとかで使ってみたいなと思います。結構皆さんね、ツイッター見てたら購入されてる方多いので、ぜひ皆さん興味がある方はですね、そんなに高い値段ではないので、ちょっとお試し感覚でね、あの買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。僕これ結構お気に入りですね。付け外しも楽だしっていうところでございます。以上比較動画でございました。じゃあね。